職場の先輩。前に働いていた職場、お客さんのところで思いっきりトラブって、どうしようもなくなったことがあった。大抵そういう時は、職場の先輩に電話して、いろいろ教えてもらったりするんだけど、その時もそうした。で、電話に出た先輩の声が、なんかくぐもった感じで、聞き取りづらかった。 ちょっと体調悪いとか言ってて、けど、先輩の助けもあって、なんとかなった。その後会社に帰ると、なんか慌ただしい。話を聞くと、なんとその先輩が、近所の百貨店の立体駐車場から飛び降り自殺。立体駐車場の監視カメラにも映っていて、持っていた携帯は落ちた衝撃で、一部破損していたけど、無事だったらしく、 その履歴から、最後に会話したのが俺と判明。ただ、問題は俺が先輩と電話した時間。飛び降りてから5分後。まあ、落ちたせいで携帯がぶっ飛んだ可能性もあるけど。実話だけど、特に怖くもないか。その後、俺がいた事務所。全国都市に事務所があるんだけど。に、観光例。通夜葬式。 お墓の場所について聞いても、お前が知る必要はないの一点張り。翌日には、その先輩の社用システムのアカウント削除。少しして、その先輩が使っていたデスク &PC 廃棄。一週間後新品到着。荷物は一部遺族に渡したようだけど、ほとんど処分。先輩の写真が載った社内法、事務所に置いてある。それも廃棄。はっきり言って、 いなかった人扱い。俺が先輩の話をしようとすると、会話が流されて強制終了。別の事務所の同期にちょっと話すと、どこから話したことが漏れたのか、上司に呼び出されて、わけのわからない説教。ここら辺が納得いかなくて転職したけど、結構有名な会社での出来事。 大学の女子寮で勉強をしていた。私の母が体験した話を一つ。前提として、母は霊感がほんのちょっとだけある。払ったり、霊とコンタクトを取ったりするとかはできないけど、母に意識を向けている霊がいたら、気配でわかる。そんな感じ。もともと、母は気配に対して鋭病で、 娘の私が驚くことのレベル。そんな母の体験談はいくつかあるけど、そのうちの一つを話す。ただ、この話は私自身が友人たちに話したことがあるから、もし彼らの中にこれを聞いた人がいたら、私が誰かわかるかもしれない。母が女子大生だった頃の話なので、だいたい30年近く前のこと。母は当時、 試験の M 大学という大学の女子寮に住んでいた。今まだその寮があるかはわからない。当時の部屋は4人1部屋で同じ部屋に各学年が住んでいて、1、2年生が同じ部屋の上級生のお世話をするといったものだったらしい。そんな母が大学2年生になって夏の前期試験が差し迫った頃の話。ある時、 寮の階段で、5歳から7歳くらいの女の子と男の子が走っているのを、ちらっと見かけた。母は、寮母さんの子供かな、と気にかけなかった。前期試験の勉強のために、母は夜遅くまで、寮の部屋で起きていた。同じ部屋の人たちは、研究室だったり、他の場所で勉強していたりで、部屋には母しかいなかった。ふと気づくと、 部屋に子供たちがいた。子供たちは、お姉ちゃん、遊んで、と母にせがんだ。母は、両母さんの子供たちかなと思ったが、あいにく日頃の不勉強のため、そんな余裕はなかった。仕方ないので、余った紙とペンを渡したところ、二人は母の机の空いたスペースで、お絵かきを始めた。そして気づくと、ペンは残して、 髪と子供たちは消えていた。り子さんの子供さんだと思っていた母は、何な疑問を抱かず、り子さんのところに帰って行ったんだなと、それくらいにしか思わなかったらしい。子供たちは、その後何度かやってきて、そのためにお絵かきをしていった。だが、子供たちは、母以外の人が部屋に起きている時には来ず、 母以外が寝たり不在だったりの時のみ来た。そしてさらに数日後、本格的に試験勉強がやばくなってきた頃、子供たちが再びやってきた。いつも通りペンと紙を渡し、子供たちはお絵描きを始めた。母曰く、子供たちは仲のいい兄弟だったという。子供たちを放っといて、母は勉強をしていたが、さすがに普段行儀のいい子供たちも、 お絵描きに飽きたらしく、お姉ちゃん、遊びに行こうよ、と母に言った。母の机のサイド側、本来白い壁があるはずのところに壁はなく、ぽっかりとした黒い空間ができていた。女の子は、そこを指さして、母に言ったという。母は、そこに空間があることには、不思議と疑問を抱かなかったが、 試験勉強で尻に火がついていたため、ごめんね。勉強しなくちゃいけないから、いけない。行きたいなら、二人で遊んでおいで、とすで返した。そして気づくと、二人はいなくなり、その後二度と母の前に現れることはなかった。母は、試験勉強に助けられたわと、笑って私に話した。私はいくつか疑問を投げた。 子供たちは霊か。おそらく、ただし悪意は感じられなかったし、おそらく本当に単に遊んで欲しかったんだろう。黒い空間には疑問を抱かなかったのか。不思議と何も。例えば机が存在する。それくらいの認識で空間を認識していた。後から思い出して怖くなった。黒い空間は何か。これは推測だけど、あっち側。 多分行ったら戻って来られなかった。子供たちのことは、友人や寮母に言わなかったのか。友人にはちらっと、両母さんって子供いたっけどうだっけくらいの会話しか。後々両母さんに聞いたら、両母さんそもそも子供がいなかった。子供たちの質感は違和感は違和感はなかった。 寮の勉強机、一人に一つ与えられていた、は狭いはず。勉強で教科書などを広げていたならなおさら、お絵かきのスペースはないはず。その通り、おかしなことに子供たちがいる間は、まるで机や空間が拡張していたかのようにスペースがあった。ただし、違和感を感じたことはなかった。そんなに怖くはないけど、 試験に助けられた母の話。ちなみに、母のほんの少しだけの霊感は、私も身近で何度か見た。母は、事故で誰かが亡くなった数時間内に、近い場所を通ると肩が重くなり、そこから離れると軽くなるらしい。習い事のお迎えに来てもらった帰り道に、何度か、肩が重い、誰か死んだなということがある。決まって翌日、 近くで事故死があったという記事が、地方紙に小さく載る。車にはねられたおばあさんだったり、トレーヤーの巻き込み事故で犠牲になった女の子だったり、あと、普通部屋に突然子供が現れたら、普通の人はびっくりするだろうけど、母は気配に敏感だから、背中を向けていても、誰かいるってことを察知できる。だからびっくりしない。 私が幼い頃、よく母を脅かそうと、足音を立つずに近づいても、意識を母に向けている限り、ドア一枚減らせていても、まるまる、そこで何こそこそしてるのと見破られてしまう。母には、心霊スポットには絶対に行くな。近づいて嫌な感じがした場所も近づくなと言われて育ったし、それを破る気は、成人した今もない。 赤いマリばあちゃんの家の風呂。うちのじいちゃんとばあちゃんの話。まずはじいちゃんの話から。赤いマリばあちゃんが今より幾分か若い頃、山の中の畑に、野らしごとしに出かけた時の話だそうだ。山の中といっても、早そ々うそう山奥でもなく、傾斜も緩い山道を、 歩いて二十分ほどの場所にある、周りを竹林に囲まれたような場所だった。ひとしきり仕事を終えて、そろそろ帰ろうかと、後始末をしていたとき、じいちゃんの足元に、何かがころりと転がってきた。なんだろうと足元を見ると、そこには、赤いマリが転がっていた。はて、こんなところに何でマリがと思いあたりを見回す。 いくら近場とはいえ、周りにマリ遊びができるような場所はない。どうしたものかと思っていると、やおら、キャッキャと、楽しげな子供の声が聞こえてきた。なんだなんだと思っていると、着物姿の子供が、男も女も混じって5、五、六人出てきたという。なんでこんなところに子供が、と思っていると、その中の一人の女の子が、 ニコニコ笑いながら近づいてきて、両の手を差し出す。ああ、この子たちの周りなんだなと思い、ポーンと放ってやると、ひょいと受け取り、ねえ、遊ぼうと声をかけてきた。じいちゃんは、いやいや、これから帰らんといかんからな。と答えると、女の子は少し頬を膨らませて、不機嫌そうに、前もそんなこと言ってた。もういいよ。 と言って、他の子供たちと一緒に、竹林の中に帰って行ったという。何のことだろうと思いながら、じいちゃんはとりあえず後始末を終えて、そのまま家に帰ったそうだ。で、じいちゃん帰ってから思い出したんやけどな。会ってるんだわ、その子らに。いつと聞き返すと、じいちゃんは、うーんと腕組みをしながら、じいちゃんがな、 子供の頃、少なくとも、獣かそこらの頃なんやわ。じいちゃんの父ちゃんに言われて、明日この畑に忘れ物取りに行ってな。そん時もやっぱり、竹林の間から五人か六人、話しかけてきた女の子は、間違いなくその子だったな。覚えとるわ。その時も、何やら遊びに誘われたが、もう結構な夕暮れ時だったため、 断って帰ったのだという。なるほど。前もというのは、そういう意味だったんだろう。なら、その時のお詫びも含めて、遊んであげればよかったじゃない。と俺が言うと、じいちゃんは、いやいやと首を横に振り、帰って来られなくなったら、困るからな。独唱しながら言っていた。次はばあちゃんの話。 ばあちゃんちの風呂。ばあちゃんの家の風呂というのが、まあ見た目は普通なんだが、風呂だけをするのに、台所から少し降りた勝手口のところにある、小さなかまどの火を使うという、ごえもん風呂もどきだった。俺も子供の頃何度も入ったことがあるが、湯船を覆っている蓋を外すと、湯の上に中蓋が、ぷかぷかと浮いていて、 それを足で沈めながら入るという、そんな感じの作りだ。無論、燃料には、薪やら、家で出た紙くずなんかを使っていて、その物珍しさから、風呂だけをよく手伝っていた覚えがある。話は、まだ俺や兄が生まれるより前の、秋口。夏に比べると随分涼しくなってきた頃だったそうだ。夕食を終えたばあちゃんは、 いつものように風呂炊きを始めた。薪やら紙くずやらを放り込み、火種を放り込むが、何やら火のつきがよろしくない。薪の位置を変え、火種になる紙くずを変え、悪戦苦闘しながらも何とか火をつけるが、今度はついてもすぐに消えてしまう。一度薪を取り出してみるが、別段しけっているわけでもない。倉庫をやっているうちに、 なんとか火が燃え上がり、ばあちゃんはやれやれと腰をさすりながら立ち上がった。しばらくそのまま放っておいて、家事をすること小一時間。かまどの中がすっかり燃え尽きたので、ばあちゃんはじいちゃんに風呂が湧いたことを告げた。じいちゃんは、おうと答えて風呂場に消えていったが、しばらくもしないうちに、おいばあさんと、 少し怒り気味のじいさんが出てくる。何かと思っていると、風呂が全然湧いていないということらしい。そんなはずはないと思い、風呂場に行って湯船に手を突っ込んでみると、なるほど、冷たい水のまま。はてと思ってかまどを覗いてみると、薪も紙くずも、すっかり燃えて灰が残っているだけだったという。ちゃんと沸かしたんやけどね。と言いつつも、 もう一度かまどに薪を放り込み、火をつける。すると、今度は普通に湯が沸いたのだという。ばあちゃんは、あん時はいつもより少しばかり寒かったからね。火を取られたのかもしれんね。と言っていた。もっともじいちゃんは、あれや、ばあさんがボケてただけだわ。と言って、今はもう譲らない。 鉄塔の中の異変。私は、どこも関連の設備管理の仕事をしているものですが、昨年の年末に、ちょっと信じられない体験をしました。これまで、幽霊とか妖怪とか、そういうものは信じていませんでしたし、そういった現象に出くわしたこともなかったんですが、今回の出来事は、 自分のそういう認識をひっくり返してしまうようなものでした。未だに、あれが現実の出来事だったのか、自分の幻覚だったのか、確信は持てないのですが。去年の12月27日、私と上司二人は、山頂にあるアンテナ鉄塔の点検に出かけました。山道を車で登って行ったんですが、途中で雪が深くなってきて、 その時はスタッドレスタイヤを履いていなかったので、それ以上進めなくなり、仕方なく、神社の前に車を置いて、1キロぐらい歩くことになりました。雪は表面が凍っていて、踏むとザクザクと音がします。不思議と、木には雪が積もっていなかったので、上司の計算に聞くと、木の枝に積もった雪は、 すぐに下に落ちるからな、と答えました。そうやって、周りの景色を見たり、雪に足を取られたりしたので、鉄塔に着くまでに30分以上もかかってしまいました。鉄塔が間近に見えて、車道から林の中の道に入ったあたりで、K さんが上を見上げながら言いました。木の枝に何か引っかかってるぞ。 私ともう一人の上司、T さんが上を見ると、木の枝に地面から5メートルくらいの枝に、細くて白い布みたいなものが絡んで、風になびいていました。さらに行くと、鉄塔の周りに貼ってあるフェンスやゲートの鉄格子にも、同じものが絡みついているのが見えてきました。近づいてよく見てみると、それは布ではなく、紙でした。 黒で何か書かれた紙を細く裂いたような感じで、まだらになっています。山仕事に入っている人のいたずらかな。気持ち悪いな。などと言い合いながら、ゲートの鍵を開けて、中に入りました。続いて、鉄塔のドアに鍵を突っ込んで回して、開けようとしたんですが、開きません。おかしいなと思って、反対に鍵を回したら、 今度はすんなりと開きました。ここ、鍵が開いてたみたいですよ。と私が言うと、K さんに、そんなはずはない。前に来た時に、ちゃんと鍵を閉めたはずだ。と言い返されました。中へ入ると、ちょっと変な匂いがしました。それは、他の二人も気がついたみたいで、なんだか臭いなとか言っています。電源や、 通信のパネルを点検していると、奥の方で T さんが、んと声を上げました。近づいてみると、階段の下あたりに、動物の毛がバサッと落ちていました。これ、鹿じゃないかなそれを見た K さんが言いました。毛を足でどけてみると、その下に血痕がいくつかありました。ここで食われたのかなと T さん。 それにしては、骨も残っていないし、血も少ない気がしました。それに、入り口のドアは閉まっていたので、鍵が開いていたとしても、動物が入れたとは思えません。おかしいなぁとは思いながらも、原因がわからないので、とりあえず毛を集めて外に捨てました。血痕は、外から雪を持ってきてこすったら、少し薄くなったので、 そのまま放っておくことにしました。寒いし気味が悪いしで、早く点検を終わらせて帰りたい一心で、私はチェックリストを埋めていきました。ほう<ー>。遠くの方で、そんな感じの声が聞こえました。アンテナの方に行っていた K さんの声かと思って、K さんと叫ぶと、なんだと、 別の方向から声が返ってきました。あれと思ったんですが、その時は T さんが外で仕事をしていて、声を出したのだろうと思って、気にしませんでした。ようやく点検を終えてドアの外に出ると、自分一人でした。T さんを探して周りをぐるりと回ったんですが、見当たりません。なんとなく、中に入るのが嫌で、外で待っていると、 すぐに K さんと T さんが一緒に出てきました。T さん、さっき外で呼んでませんでしたかいや、呼んでないよ。俺と K さんで上のボルトの点検をしてたから。おかしいな。さっき、ほうって誰かが叫んだのは聞こえたんですけどね。それ俺らも聞いて、てっきりお前だと思ったんだけど。違いますよ。いや。 お前が俺を呼んだ声が意外に近かったから、おかしいなとは思ったんだけどな。そんなことを言い合いながら、今度はドアの鍵をかけたのを三人で確認して、フェンスの外に出ました。細長い髪切れは気持ちが悪かったので、あまり触らずに放っておきました。日が暮れて、暗くなりかけていたので、急いで車のところへ戻ろうと歩き始めました。 K さんと T さんの後ろを私が少し離れてついていく形で、下り坂は滑るので足元を見ながらうつむいて歩きました。あたりの林はとても静かでザクザクと雪を踏みしめる音だけが聞こえてきます。灰色っぽい雲の隙間から遠くの夕焼きが見えていました。私はさっきのことを考えながら ぼんやりと足元を見つめるうちに、ちょっと奇妙なことに気がつきました。私たちは、上りも下りも、道の左側を歩いていて、つまり、上りと下りとは、反対側に足跡がついていました。私の目の前には、T さんと K さんの、長靴の跡が並んでいたんですが、その間にもう一つ、小さめの足跡がありました。 最初は自分が上がった時の足跡かなと思いましたがそれは道の反対側にあるはずです。登りの時はまっさらな説明だったのが強く印象として残っているので私たちが登る以前に誰かが歩いた跡とは思えません。となるとこれは自分たちが登った後に着いた足跡だということになります。よく見てみるとその足跡は 下を向いていました。だから、これは誰かが自分たちよりも先に下った後の足跡なのだと、その時はそう思いました。でも、その誰かは、いつ、どこから山に登ったのでしょう。それよりも、もっと気になることがありました。その足跡は、どう見ても裸足だったのです。雪の上を裸足で歩く人間は、 多分まともではありません。私は、前の二人に声をかけるために、視線を上げようとしました。その時、視界の上の方、つまり、自分の足元のすぐ前の方に、話の足が見えました。うわっと思って思わず足を止めました。すると、視界から足が消えたので、恐ろ恐ろ視線を上げて前を見ました。 少し離れたところに、K さんと T さんが並んで歩いている他に、人影は見えません。周囲を見回しても、動くものなど何もありませんでした。不思議に思いましたが、どうしようもないので、再び足元を見ながら歩き始めました。しばらくすると、また前の方に足が見えました。驚いて足を止めると、すっと視界から消えます。が、 歩き出すとすぐに見え始めるのです。小さくて白い裸足が1.5メートルくらい前を自分と同じ速さで歩いているようです。ちょうどかかとのあたりに白っぽい布がかかっているのが見えました。もう怖くなって前を見ることができませんでした。ひたすら足元を見ながら道を下っていきます。耳を澄ますと 前の方から、K さんと T さんの低い声で話す声が聞こえてきました。それに、ザク、ザクという足音が被っているのですが、それが三人なのか四人なのかはわかりません。なんとなく、目の前の足は音を立てていないように思えました。やがて、先を行く二人の足音が途絶えました。と同時に、 視界から裸足の足がスッと消えました。怯えながら目を上げると、いつの間にか車のところまで来ていました。私は心底をほっとして、すぐに車の方に駆け寄りました。すると、K さんと T さんが、これから神社に参ろうと言い出したのです。もう暗くなりかけているし、こんなところで時間を潰していたら、路面が凍結して帰れなくなってしまいます。 そんなことはわかっているはずなのに、二人は、ここまで来て神社へ行っておかないとダメだ。すぐに住むからお前も行こう。などというのです。入り口から見ると、鳥居の奥は木がうっそうと茂っていて、どこに何があるのか全然わかりません。こんなところが入っていくのは絶対に嫌だったんですが、だからといって、ここに一人で置いていかれるのも怖かったので、 必死の思いで二人を説得して、どうにか車に乗せることができました。急いで車をスタートさせたんですが、雪道なので、スピードを出すと滑ります。何度か危ない場面があったんですが、二人とも声を上げるでもなく、黙ってシートに座っていました。バックミラーで見ると、首がぐらぐら揺れていて、まるで寝ているようでしたが、目は開いていて、 じっと前を見ていました。と、ここに来て、変なことに気がつきました。二人とも、後部座席に座っているのです。いつもは必ず、T さんが助手席に座るはずなのに。そう思い始めると、もう助手席の方を見ることができなくなりました。極力前だけを見て運転するうちに、ようやくふもとまで下ってきました。 すると、今度は K さんと T さんが、二人揃って、ここで降ろしてくれと言い出しました。近くに知り合いがいるから会いに行くと言って聞きません。じゃあその家まで送りますよと私が言うと、お前はここで帰れと言い張ります。ここから先は道がややこしいし、帰りにお前が迷ってしまうかもしれない。早く会社に戻って、先に帰ったと言っておいてくれと。 正直、自分も早く帰れたかったので、最寄りの店の前で二人を降ろしました。車から降りる際に、T さんが何気ない様子で、助手席のドアを開けて、すぐに閉めたのを見たとき、全身にゾワッと寒気が来て、すぐに車を飛ばして会社に戻りました。翌日、K さんと T さんは二人とも休みでした。年末年始の交代勤務があるので、 この時期に休むのはおかしくはないのですが、私は昨日のことがあったので、すごく気になりました。携帯に電話すると T さんにはつながりませんでしたが、K さんは休みの日にまで電話するなよと笑っていたので、その時は少しほっとしました。しかし、結局二人とも正月の交代勤務には出てきませんでした。その後、 年明け早々に T さんは会社を辞めました。理由は聞いていませんが、辞表が郵送されてきたそうです。K さんには誰も連絡が取れないそうで、あれ以来、携帯に電話しても通じません。山を降りた時に、無理にでも連れて帰っておけばよかったと、後悔しています。 おとなしいお嬢さんタイプの姉。別に幽霊とかは出てこないけど、個人的に怖かった話。姉ちゃんが彼氏と結婚寸前まで付き合っていたんだけど、お互いの両親に挨拶を済ませたところで、彼氏の浮気が発覚。しかも、4年前からの浮気。姉ちゃんと付き合っていたのは6年。で、別れたんだけど、 うちの姉ちゃんって、おとなしいお嬢さんタイプで、付き合ったのもその彼氏が初めてで、しばらく、飯が食えないくらいショックを受けていた。それから2、3ヶ月経ったところで、元彼が、復縁目当てでアポなしで家に来た。俺が玄関で対応したんだけど、帰ってもらおうとした。でもなかなか帰ってくれなくて、言い合っていたら、いきなり姉ちゃんが玄関まで来た。 姉ちゃんは真顔で黙っていて、場も静かになって、元彼も俺も、おどおどしちゃって。そうしたらいきなり姉ちゃんが、玄関脇に置いてあった、俺の木製バットをひょいと取り上げて、真顔のまま、元彼の顔面にフルスイングを決めた。元彼がぶっ倒れて、俺は状況が理解できなくて、姉ちゃんはさらに通発叩き込んだ後、 バットを玄関脇に丁寧に置いて、自分の部屋に戻った。元彼を見たら、額と鼻から血が出ていた。元彼は、普通に生きてて起き上がって、帰って行って、その後は何もないけど、生まれてこの方、姉ちゃんが暴力を振るうところなんて見たことなかったから、めちゃくちゃ怖かった。 パワースポット巡りをよくやっていた。親戚のお姉さんから聞いた話。数年前、お姉さんは友人二人、仮に A と B とします。とパワースポット巡りをよくやっていたそうです。ガイドブックに載っていたり、有名なパワースポットはほとんど回ってしまい、当時は普段人があまり目につかないようなところによく行っていたそうです。そのうちの、 ある山に行った時のことです。その場所は、ガイドブックとかには載っていないため、ネットなどを調べながら向かったそうです。ただ、一つ問題がありました。その山というのは、女人禁制の山だったそうです。冬だったので、三人は帽子をかぶり、マフラーで口元を隠していくことにしました。山のふもとに到着し、 三人は山を登り始めました。登る道は、舗装などされておらず、地元の人でも、あまり立ち入ったりするような山ではないと感じたようです。しばらく登っていると、上から、40代から50代と思われる男性が降りてきます。すれ違うとき、男性は挨拶をしていきましたが、三人は声を出すと女性だとわかってしまうと思い、軽く会釈を返しました。 ちょいと待ちな。あんたら。男性は三人を酔い止めて、じっと見つめました。いや、なんでもないわ。気をつけてな。そう男性に言われ、三人は軽く頭を下げました。どうやら、男性には気づかれなかったようです。しばらく登っていったところで、広めの場所で休憩をしました。お姉さんと B が座って休憩をしていると、 A が、少しその辺を見てくるねと言って、行ってしまいました。しばらく経っても A は帰ってきません。心配になったお姉さんと B は、二人で探すことにしました。A を探していると、いつの間にか B ともはぐれてしまい、お姉さんは一人になってしまいました。ふと、背後から視線を感じて振り返ると、木の陰から、五六歳くらいの男の子が覗いています。 あれなんでこんなところになどと疑問に思いながら、お姉さんはその子供に声をかけました。しかし、子供は返事をせずに、木の陰に隠れてしまったそうです。お姉さんは不思議に思いながら、その子供が隠れた木の裏を覗いてみました。しかし、そこには誰もいません。そういえばさっきの子供、こんなに寒いのに、薄手のシャツ一枚で、 嵐だったような。そんなことを考えていると、どこからともなく、数人の子供の笑い声が聞こえてきました。驚いて周りを見ると、何本もの木の影から、子供たちが覗いています。お姉さんは軽くパニックになってしまい、走り出してしまいました。気がつくと山のふもとで、目の前に、登りの時にすれ違った男性と、B がいます。 男性は、話は後でと言うと、再び一人で山に入っていきました。B の話によると、お姉さんと二人で絵を探していた時に、気がつくと一人になってしまったそうです。迷うといけないので、山道の付近にいると、登りの時にあった男性が走って登ってきて、あんたら無事か他の二人はと聞いてきたため、B は今の状況を話し、 お姉さんと A を男性と一緒に探したそうです。男性は、登りでお姉さんたち三人とすれ違った時に、もしかしたらと思って山を登ってきたのでした。お姉さんは山道の近くで倒れていたそうです。とりあえず、男性がお姉さんをおぶって B と山を降りたとのことでした。しばらくすると、男性が A を連れて降りてきました。 その後、三人はその男性から、その山についての話を聞きました。三人がパワースポットとして登った山は、昔、子供がよく捨てられた山だそうです。そして、その山に女性が入ると、母親が恋しい捨てられた子供の霊が、寄ってきてしまうため、女人禁制の山になったそうです。それからは、お姉さんたち三人は、パワースポット巡りをやめました。 立ち入り禁止となっている場所は、それなりの理由がある。そういったところには、なるべく近づかないように、と。話を聞いたときに、お姉さんにそう言われました。リナのばあちゃんの心霊写真。これは、先日私が聞いた話。そういえば、リナのばあちゃんの心霊写真見た すごかった。つい先日、休日出勤のバスの中で、JK 二人組のそんな会話が聞こえてきた。私は、心霊系の話が大好きなので、自然とその手の話題には耳を傾けてしまうのだけど、かつて自分の友人が、ただの影を心霊写真だと騒いでいたことがあったので、どうせそれも、勘違いか何かだろうと思いつつ、 二人の会話に聞く耳を立てていた。見てない。どんな写真どうやら、リナというこの家は、大家族で、親戚も多く、全員集まれば、三十人ほどの大人数になるんだそうだが、昨年、女手一つで、戦後子供たちを育て上げてくれた、厳格な祖母が、老衰で亡くなった。でも、その葬式の時ですら、 あまりに大人数すぎる親類たちは、なかなか都合がつかず、全員はその葬式に駆けつけることができなかった。だから、集まれた親類だけで祖母を見送り、棺の中には、祖母がとても大切にしていた、紫色の着物を一緒に入れて、燃やしてあげたらしい。そして、一周期を迎える日に、せっかくだから、親戚全員集まろうと都合を合わせ、 当日は、親戚全員でばあちゃんの墓参りに出かけたらしい。三十人も集まると、それはもうすごい光景で、中には、数年ぶりに顔を見せた親類もいたから、みんな、一周期だというのに、みんなで集まれてめでたい。きっとばあちゃんも喜んでいると、ばあちゃんの墓石を親戚全員で囲んで、写真を撮ったらしい。そして数日後、 その写真を現像したら、みんながばあちゃんの墓石を囲んで、笑顔で写っているその真ん中に、お気に入りの紫色の着物を着た、満面の笑顔のばあちゃんが、ダブルピースして写っていたんだそうだ。何それ怖いと JK が騒いでいる中、何それ見てえと内心を持った私だった。そして、不覚にもいい話に、 休日出勤のうつうつも少しだけ晴れたのだった。汚い部屋。私が中3の頃の話。その時、学年全体から無視されたり、バリ雑言を浴びせられたりして、ドラマでありがちないたずらはされなかったけど、それはそれで結構きつかった。何も食べられなくなって、 神経性異変、かなんかと言われた。武道糖が足りないとかどうとかで、毎週病院に通っていた。両親が、調子が良くなってからでいいからって、学校を休ませてくれたから、まだマシだったけど、夜な夜な今で、私の進路などについて、喧嘩をしていた両親の声が聞こえてきて、ああ、自分は親不幸だな、なんて、 自分が嫌になって泣いていた。自殺した方がいいかな、くらいは考えていたかも。で、その頃くらいから、私の部屋に私以外の誰かがいるような気配があった。ほんと、なんとなくなんだけど、いる。不思議ではあったけど、姿も形も見えなかったから、怖いとかは思わなかった。よくわからないけど。 同じ時期に母親から、あんたの部屋には入りたくない。気持ち悪いってしょっちゅう言われていた。ただ単に汚かったからっていうのもあるんだろうけど、家族も決して、私の部屋に入ろうとはしなかった。それから少しして、ただの気配でしかなかったのが、日が経つにつれて、だんだんと見えるように、聞こえるようになってきた。水地場で作業していると、 後ろに黒いペンキで塗りつぶされたような、真っ黒な小さな女の子が立っていたり、風呂場で歌を歌っていたら、うるさいって、聞き覚えのないおじさんの声で怒鳴られたこともあった。一回マジでビビったのは、ふと実際一人ごとをやいたら、返事が返ってきたとき。もちろん家族じゃない。部屋を見渡しても、誰もいるはずもなく、そのときは素直に部屋を出た。 ああ、これはやばいかもな、と思いつつ、部屋でドラクエ8をプレイする日々。主人公が、人間と竜のハーフだったと知ったときは、邪気感がうずいた。そんなある日、久々に体調が良くて投稿した直後、同級生からだいぶひどいことを言われた。何か、存在を否定するような言葉だったと思う。その時は本当に悲しくて、 机に置いたカバンを持ち直して、逃げるように家に帰った。家に帰って部屋に戻ってから、もうめちゃくちゃに部屋を荒らした。ジャンプをビリビリに破ったり、壁を殴ったり、感情のままに暴れに暴れた。今まで泣くだけだったから、なんとなく清々しい気持ちになったのを覚えている。その時だった。ちぎっているジャンプを投げようと振りかぶった瞬間、 ヒやっとしたものを掴んだ。細くて、ぷにぷにしてて、感触は自分と同じ指みたいなのに、やに冷たいもの。最初は、電気の紐かなと思ったけど、よくよく考えたら、自分が今いる場所からは離れていたし、高さがあるため届く数がなかった。それに、私が掴んだんじゃなくて、伸びてきた指をたまたま掴んだみたいな感じだった。 これは何だ私に何をするつもりなんだ今までの現象とかが一瞬でフラッシュバックして、慌てて掴んでいた指を離した。心臓を落ち着かせ、意を消して、何かがいたはずの後ろを振り返ったけど、誰もいなかった。アンドバカみたいに汗が噴き出した。しばらくして、近所で有名だった霊媒師の A さんの家を訪ねた。 私の話を聞いて、ただごとではないと思った父が、A さんにお払いを頼んでくれたらしかった。幽霊らしきもの、現象を体験していながら、私はそんなオカルトチックなものを信じていなかったから、はみたいな感じだった。で、いざ A さん宅に入ろうとした瞬間、体が動かなくなった。いや、離れようとしていたが正しいかも。 気持ちが悪くて、何が何でもこの家には入りたくない、みたいな。私の意志とは裏腹に、体は後ずさりしていって、A さんが見れなかった。その時、ああ、やっぱりね。って A さんが言ったのを、今でも強烈に覚えている。A さん曰く、電話をもらった時から、あなたが取り憑かれているのが分かった。今気分が悪いのも、 あなたの中の霊たちが私を怖がっているから。だって。もういろいろと訳がわからなかった。なんで電話越しにわかったのかとか、なぜ私に霊が取り付いていると思ったのか。それになんで、A さんの声を聞くと涙が止まらないのか、とか。泣きたくもないのに、涙がダーダー流れてきて、私も同伴してくれた母と妹も、 顔を見合わせて笑った。本当に訳がわからなかった。涙は、十分くらい止まらなかった。話をまとめると、体質的に霊を集めやすく、入りやすいみたいで、落ち込んでいたり病んでいたりすると、その木に吸い寄せられてしまう。家の周りに霊が溜まりやすい。特に、私の部屋は霊の通り道で、あの指らしきものは、 これ以上通りにくくして欲しくなかったから、私を止めようとしていたらしい。A さんは教えてもいない私の現状とか、心情とか、部屋の汚さをベラベラ喋っていた。怖かった。本当に怖かった。押し入れに入っているものとか、ぴたりと当てられた。どうもうちの家系というか、例を見たり呼び寄せたりできるみたい。そういえば、 母方のおばは、人間のオーラが見えたり、念じれば怪我をさせたりできるとか言っていた。それから私は、A さんの言う通り、部屋をきれいにして、なるべく明るく、前向きに生きていくことにした。いじめはなくなられなかったけど、幽霊とか、そういうものには遭遇しなくなっただけましかもしれない。今は、嘘みたいに平和に暮らしている。 あれから A さんとは音信不通になってしまったけど、きっと元気に過ごされていると願っている。A さんありがとう。後日、また部屋を散らかして、今度は妹がひどい目に遭ったのは内緒だ。緑色の光。私のおばは、いわゆる霊視ができる人で、意識しなくても、 人のオーラを見ることができるらしい。江原さんの女バージョンと考えてもらったらわかりやすいかも。体調が悪い人は緑、何か良からぬことを考えている人は青、取り憑かれている人は、みたいな感じで、オーラは、もわっと霧のように見えるのだとか。また、オーラが見えるだけでなく、念を飛ばして、 特定の人に危害をもたらすこともできるらしい。方法は、ただ目当ての人間を思い浮かべて、風邪をひけとか、骨折しろとか、強く念じるだけ。そうすると、一週間も経たないうちに、その通りになるとかなんとか。お前がよからぬことを考えてどうすんだよ、とは思ったけど、実際おばの周りで、怪我人。 病人がちらほら現れていたため、何も言えなかった。私の母も、お母に頼んで成敗してもらったわ、とか言っていたから、ますます。そんなおばがまだ40代の頃の話。深夜、寝室で寝ていると、何やら異様な気配を感じ、目を覚ましたおば。気配をたどり、隣に寝ていた旦那の枕元をよく見てみると、 そこには、緑色の光が、ぽわんと浮かんでいた。緑色、イコール体調が悪い時に現れるものだったけど、旦那も自分も、特に心当たりがない。第一、その光は対象者の体にまとわりつくものだったから、光単体で浮かんだり、移動するはずがないのだ。もしや、誰かが病気を、 自分か旦那に乗り移らせるために送ったのかそう思ったおばは、全神経を緑色の光に向け、念仏を唱えたそうだ。すると、光はあっけなく消え果て、室内はいつも通りの空気に戻った。何だったんだとおばは不思議に思いながらも、その日はそのまま眠ってしまった。翌日、先に起きていた旦那に声をかけようとしたおばは、 ある異変に気づいた。声が出なかったのだ。いくら腹に力を入れて発生しようとしても、うんともすんとも言わない。それに、男性でいう喉仏あたりに、押さえつけられているような圧迫感、痛みがあった。なんとなくあれだろうな、と思いながら、鏡越しに自分の姿を見てみると、案の定、 昨日の緑色の光が首回りにべったりとまとわりついていた。部位のみの場合は大変珍しく、そして厄介らしく、当時百貨店の販売員をしていたおばは、どうしたものかと頭を抱えたらしい。それからも声は一向に出ることはなく、それどころか日に日に圧迫感、痛みは増すばかり。念のため病院で診てもらったが、 やっぱり何の異常もない。見たり被害を加えたりすることはお手のものだったが、お払いはとんと苦手なおば。超迷惑な人。相変わらずきつかったけど、仕事を休めるからいいかと楽観的に考えていたとか。ある日の夜、本当に誰かに首を絞められているんじゃないかというくらいの苦しさに襲われ、おばは目を覚ました。 首元を見てみると、ゴーゴーと燃え盛る炎のように、あの緑の光が灯っていた。これは大変だと、出るはずもない声を必死に振り絞り、念仏を唱えた。その時、誰かがひょこっと、こちらを覗き込んできた。その人物は、おばの父親、私から見て祖父だった。去年の正月に会って以来、 一度も顔を合わせていなかった父親がなぜというか、生きているはずなのに、なんで霊体でもしかして、生き量そんなもの飛ばす技術あったと、念仏を唱えながら、懐かしい父の顔を見ていると、現れてから微動だにしなかった父の口が動き、ごめんなとだけ言って、静かに消えていったそうだ。 となっていたおばは、慌てて父の生量を探すも、もちろん見当たらずじまいだったが、代わりに声が出るようになっていた。おかしいと思い、父の家を訪ねたおば。七十代にしては、死は一つなく、元気だった姿はなくなり、父は痩せ細り、見る彼に元気がなかった。慌てて病院に担ぎ込み、診断を受けた。 父は、咽頭がんを患っていた。かなり進行していたらしい。同居していた彼の妻、つまりおばの母は、大変冷たい人で、彼が風邪をひこうとも、スナック帰りにドキンに絡まれボコボコにされようとも、まるで気にも留めず、公務員であった、旦那の金を、ただただ食い散らかす、どうしようもない人だった。 病魔に虫まれ、変わり果てていく夫の姿を見ていながら、妻はなぜのほほんと暮らせたのか、そして何より、なぜもっと早く気づいてやれなかったのか、いろいろな怒りがこみ上げてくる中、ふと、おばは今までのことを思い出した。緑色の光、乗り移られ、声が出なくなった自分、そして何より、 目の前に現れた父の姿。もしかすると、これら一連の出来事は、父なりの助けを求めるメッセージだったのかもしれない。痩せ細り、声の出なくなった父の姿を見て、おばはワンワンと泣いたらしい。ありとあらゆる手を尽くしてもらったが、父はそれからしばらくして亡くなった。最後の言葉が、ごめんな、だなんて。 それはこっちのセリフよ。と笑ってみせたおばは、最後の最後まで、父親の手を離さなかった。